わざわざ来てやったんだぜ。ちょっとくらいサービスしろよな。やっと来たな。時間になるの待ちきれなくてさ、早く行こうぜ。俺スケートはちょっと自信があるんだ。そりゃ自信のないスポーツだって一つや二つは。あれ思いつかないな。今日はすっげえ楽しかった。また一緒に来ようぜ。そんじゃ約束な。道の真ん中を歩いとるんじゃない。他の通行人の迷惑を考えんか。わっとは何事だ。目下の者から先に挨拶せんかバカモン。期末試験だな。みんな問題はよく読んで最後まで諦めるなよ。チャイムが鳴ったら開始していいぞ。開始していいぞ。チャイムが鳴ったら開始していいぞ。じゃあチャイムが鳴ったら始めていいぞ。よし、答
これで今回の試験は終わりだ。帰ってよし。心の準備はいいか？この前のテストの答案を返すぞ。名前を呼ばれたら取りに来い。10キロ、女子はその半分で5キロだ。頑張って完走しろよ。仮設テントには私が待機してるわよ。頑張ってね。調子で頑張れよ。やっと来たな。時間になるの待ちきれなくてさ、早く行こうぜ。ここのゲレンデは雪質がいいから初心者でも上手に滑れるんだよな。リフトは向こうだったよな。それじゃあ早速滑ろうぜ。いいぜ、一緒に大斜面を降りよう。大丈夫、怖くなんてないぜ。気持ちいいくらいだよ。今日はすっげえ楽しかった。また一緒に来ようぜ。そんじゃ約束な。
らっしゃいませ。ありがとうございました。食えないな。来たな。時間になるの待ちきれなくてさ、早く行こうぜ。あっぶねえ、開演時間ギリギリだぜ。俺演歌割と得意なんだぜ。この前歌ったんだ、カラオケに連れてかれて、みんなが何か歌えって言うから。そっか、
獣か。足がもつれてすぐに転びそうだな。今日はすっげー楽しかった。また一緒に来ようぜ。そんじゃ約束な。今日だったよな。俺プレゼントがあるんだけど、この前の試合で表彰された時のトロフィー君に持っててほしいんだ。よかった、用意した甲斐があったよ。今日は君の誕生日だと聞いていたような気がするんだが、プレゼントというほどのものじゃないが、受け取ってくれないか。参考書だ。僕も使っているが、使いやすくてわかりやすい。礼などいい。僕が好きでやったことだ。やるから受け取れ。指輪だよ。サイズ知らねえから適当に買ったけど、多分合ってると思うぜ。俺様からのプレゼントだぞ。大事にしろよ。知ってるだろ。いつの間にか知り合いが増えちゃってさ。
そんなことないけどさ、なんか照れるぜ。今日はすっげえ楽しかった。また一緒に来ようぜ。そんじゃ、約束な。チョコもらってすごく嬉しかったからさ、これお礼の気持ちなんだ。